はい、チャオ亀岡です。今日はですね、約10分程度で、えー、ね、えー、日本とお世界のですね、金融と経済の動きをですね、えー、早口で見ていきたいなと思っております。それからですね、えー、今後の私の中長期のね、えー、相場戦略、相場観などを話していきたい。さらにね、えー、あのお、ニトリ会長ですよね、えー、私が尊敬する経営者3人いるんですも、これもね、後半で話しますけども、そのうちの1人であるニトリ会長がね、えー、来年のね、2022年の お、相場予測をした。とこれ結構当たってるって評判なんですよね。えー、去年、おととしと、えー、インフレ、デフレだけが外れて、それ以外は結構当たってるということで、それについてもね、ちょっと解説していきたいなと思っております。それでは、行ってみましょうということでよろしくお願いします。で、まずはね、えー、前の動画でも話したんですけども、えー、勝てる投資家はこれしかいらないっていうですね、<laughs> えー、PHP 出版さんって言って、えー、松下、松下幸之助さんですよね。 の、まあ、関係者かな。松下幸之助さんが作ったと言っても、まあ、過言ではないんですけども、の出版社で、まあ、結構ね、経営者系の、まあ、本が多いんですけども、なんとね、えー、日経新聞の長官で広告を出していただいたんですよね。嬉しいな、ということで、えー、その稲森会長のね、隣、やや隣っていうことになりますけども、まあ、経営者としてね、えー、もう稲森会長さんもうね、仏門に入って、もうね、ご本尊って言いますかね、もう本当に、もう僕から攻めると、 もうあのね、仏様を前にするようなイメージなんですけども、僕何,何人かねえ、すごい経営者に会ってきてましたけども、えー、お仏壇の長谷川の長谷川会長も、もうご本尊そのものでしたけどね。もうもう、ご人徳って言いますかね。もうご光が見えるぐらい。<laughs> それぐらい、はや、当ですよ。あのー、すごく、やっぱり人徳が溢れてるっていうかねで、稲森会長もやっぱそういう方なんですけども、その横に広告を出してもらえたっていうのは、やっぱりこれは経営者としてはね、 非常に嬉しいと。まあ、投資家っていうよりはね、経営者として嬉しいな、ということで。で、まあ、書店にね、今、在庫切りじゃないらしいんですけども、僕はね、書店でちゃんとパラ、ペラペラめくってね、えー、まあ、その、どっちいいのかな、悪いのかな、っていうのを判断してほしいな、と思っております。別に、売れたいとかそういうことはないので、役に立てばね、えー、いいな、と思って本を出してますので、えー、その点はね、えー、皆さん、まあ、年始になれば多分、在庫ね、 切れ捨てる書店もまたね戻ってくると思いますので、まあ、それまで待ってもいいんじゃないかなと思ってますし、まあ、ここで話していることはね、動画でもちょくちょく話してますので、えー、まあ、法則性とか再現性ですよね。それが14個を、まあ、まとめてあるっていう、そういった本になりますので、まあ、興味がある方はね、年始に書店で実際に自分に向いてるか向いてないかをね、えー、見てもらいたいなと思っております。それでは行ってみましょう。まずはね、日経平均ですけども、おまあ、下がってきてましたけども、金曜まではね、 まあ全体で見ると、レンジの三角持ち合いってことになります。で、エネルギー貯めてますので、レンジに動くでしょう、と思ってはいます。レンジにどっち動くかは、わ、えー、からないですけども、まあイージスの盾じゃないですけども、どっちに動いたって、まあそれはそれでね、対応できるようにしておくってことが一番いいんじゃないかなと思っております。で、サンド P500 は新高値をね、えー、ブレイクしてきましたので、えー、行っちゃうのかと。 いうことですよね。えー、このまま、上、えー、はね、切り上げていくのか。この上はね、えー、支持線でまだ抵抗線がないので、そういった意味ではね、えー、一気に上がっていってしまう可能性もありますが、えー、そこはね、ちょっとしばらく僕もね、ニュースなど集めながら、えー、判断していきたいなと思っております。それからナスタックですね。えー、今ね、下落トレンドの中で、 えー、このね、えー、上値支持線をこちらもね、えー、先ほどの、ね、S&P500 と同じような形で切り上げていく。これもね、来週わかるでしょう。となので、えー、まあ、そこはね、ちょっと皆さんもね、慎重に様子を見ていく必要もあるんじゃないかなと思ってますが、まあ、状況としてはね、悪くはないということになっています。特にね、えー、この本に書いてますけども、1月2月は上がりやすいっていうアノマリーですね。アノマリーについても書いてあります。当然再現性の方なので、本になりますので、 えー、そういった意味では1月2月ね、えー、もしかしたら上がっていく。で、3月ぐらいから調整に入るっていうのは、まあ、定石ではありますよね。えーまあ、パターンではあるかなと思っております。それから先物がちょっと上がってるので、まあ、月曜日はこれがやっと誤差なので、えー、月曜日以降はちゃんとね、株価を見て、レンジを抜けるのか、まあ、このね、三角持ち合いを抜けるのか抜けないのかを、まあ、待ってもいいかなとは思っています。それからね、気になるのは日本株にとってはね、 この外国人投資家が6週連続で大きく売り越してきてる。特にね、ここ一番ね、えー、先週が一番大きく売り越してるんですよね。このあたりが非常に気になるところで、逆に個人投資家が信用で買い続けてる、買い支えてるっていうのがね、果たしてこれが吉と出るか強度と出るかってことなんですが、まあ、このね、えー、先週大きく売り越したので、これ以上売れるのかどうかっていうところに、 一旦ね、えー、見た方がいいかもしれないですよね。もしかしたらここで、えー、今回ね、えー、今度年末に向けて、今度は開口してきてる可能性もあるんじゃないかなと思います。そうしたら一旦、まあね、えー、上がって、また下がるみたいなことも十分考えられるかなと思いますし、まあそういった意味ではね、しばらく、まあこう、まあ大き,大きな、上値3万1000円、下ね2万7000円から6000円の、も、ま、う、あ、レンジをね、 ひたすら続けるっていう相場になる可能性もあります。そういったレンジ相場はレンジ相場で、当然ね、戦い方がありますので、それをね、えー、まあ、その、安いところで買って高いところで売るってことになるんですけども、おまあ、そのあたりは別の動画でちょっとね、詳しく解説していきましょう。もしレンジ相場にね、2022年がなるんであればっていうことになりますけども、ただ、金売りがね、えー、非常に積み上がってきてますので、このあたりが一旦買い戻しをどっかにするでしょうってことを考えると、まあ、ここまでね、外国人投資家が売ったんであれば、まあ、年末ね、 から練習にかけては、まあ、法則的に考えると、まあ、多少一旦ここ買い戻しが入ってもいいんじゃないかなとは思っております。それからね、えー、信用評価率がまあ、マイナス11ポイントってことで、まあ、結構個人投資家が信用でね、売買してる人たちは、え傷んできてる。要は損をね、積み上げてるっていうのが、ここから見て取れるんですね。信用評価率、損益率とはこういうことです。 あの、信用取引をしてるたちが、人たちがどれぐらい、まあ、マイナスを抱え込んだまま、ロスカットできずにいるかっていうのがここでわかるんですよね。でこのあたりは非常にね、みんな、まあ、それなりに、まあ、儲かってる人も多かったということになりますけども、マイナス11%っていうのは、結構負けが込んできてる人も多いんじゃないかなと思います。まあね、日経平均で下がってる銘柄ひたすら下げ続けてますので、まあ、個別銘柄で見るとね、えそういった意味ではまあ、致し方ないかなと思います。 まあ、この辺りがでもね、ちょうどいいんですけどね。えー、まあ、マイナス10%を超えることって、そうそう実はないんですよ。だから今までは、まあ、良すぎたと。とこの2020年から21年にかけてが、まあね、えー、合いが良かったというふうにも見えますし、まあ、こっから先はね、まあ、こういった相場が続くでしょう。だから、覚悟をしておく必要はありますし、何度も言ってる通り、いいですですよね。下がってもよし、上がってもまたよし。 そこからまた下がってもさらにまた良しみたいな形でいると一番いいですよね。えーまあ、そういった状況を判断できるようにするためにもお、自分の投資技術っていうものに目を向けて鍛えていく必要があるんじゃないかなと思っております。で、落レシオはね、えーまあ、結構冷え冷えのキンキンになってきてますので、落、まあ、レシオだけ見ればね、まあ、あの上値は 多少あるかなとは思うんですが、まあそれも年末年始ぐらいで一旦上がってまた下がっていくみたいなことも十分考えられるので、まあね、かかとは浮かすといた方がいいんじゃないかなと思います。で、ここからね、えー、今日のテーマである経済予測の名人、いつの間か名人って言われちゃってるんですけども、ニトリ会長ね、えー、が、えー、結構当たってるっていうことで取り上げられていました。で、僕はね、尊敬する経営者っていうのは、ニトリ会長と、あとはね、沢田さんですね、 えー、h.i.s. のね、ま、最近不祥事出したので、まあ、そこではなくて、その前からって意味ですね。たまにそうすると、不祥事を出してるのにってことになっちゃう。そのずっと前から尊敬する経営者としては、えー、沢田さんですよね。で、あともう一人ね、あ、誰だったっけあそうそうそうあ、長森会長ね。えー、日本電車の長森会長。まあ、この三人がね、 えー、僕が尊敬するってことで、あ、今ね、これ、ピンセ、ピンマイクをつけ忘れるって、たまにあるんですよね。ピンマイクをつけ忘れたで今つけましたので、ちょっとね、後で編集でボリュームはちょっと調整しておこうかなと思うんですが、澤田会長ね、えー、ということに、えー、澤田会長と、あと、あの、そうですね、長森会長ってことになります。まあ、この3人はね、やっぱり優秀ですよね。経営者としてはね、隙がないですし、えー、特にね、ニトリは、えー、な、40、 連続 ?35 期連続増収増益ってことはね、結構それは一筋縄ではなかなかできないですよね。ココイチのカレーのね、ココイチの創業者の方ももちろんすごいね、人だと思いますけども、今まだ現役でやってるところで見るとってことになりますよね。まあね、やっぱりなかなか1期もね、えー、現役にしないっていうのは、それはすごいことだと思います。日本国内だけでビジネスをしていたらやっぱできないですよね。なのでまあまあ、ニトリ会長はね、もちろんベトナムとかに工場を持ったりとか進出してますけども、 で、2022年、ここ本題ですね。えー、2万9000円と予測をしたというのがね、今回の、まあ一つね、えー、テーマになっています。今日の動画のね。で、各国政府の財政出動で、えー、まあね、この株価を押し上げていくのは、要はアメリカだ,りだ,だりだときついんじゃないかなということを言いたいなと思います。もちろん日本のことをね、えー、今の第一線のね、えー、経営者が批判するのは、政権批判するのは、ちょっとしにくいですよね。なのでおそらくそういうふうには言わなずに、 まあね、えー、迂回して話してるんじゃないかなと思いますね。で、こんな僕はね、投稿しました。緑会長の2022年の予測がね、ニュースになって話題になってますよね。で、えー、今年のね、インフレはもちろん当たらなかったので、まあ話半分で聞いた方が、聞いた方がい,いんじゃないかなと思いますが、一つね、えー、このニュースで僕が確かにそうだなと思ったのが、ここなんですよね。日本とアメリカの経済の、いわゆる消費行動の違いが、まあ確かに、えー、ここにね、出てきてるんじゃないかなと思います。で、 これ何が痛かったかっていうと、要は、そのニトリ会場は何が痛かったかっていうと、日本のばらまきは大量貯蓄に向かってしまいますよね。一方で、米国のばらまきは大量消費に向かってしまうと。なので、日本がね、いくら、えー、ばらまいたところで、結局貯蓄に向かってしまったら、経済って良くならないですよね、ってことをおっしゃっていたんですよね。まあかなりね、あの、跳躍をしてますので、えー、僕内の見解も踏まえてなんですけども、つまりね、えー、岸田、 政権がね、今デフレ、日本で一生懸命分配ってことを掲げています。まあ最近はね、成長の方先に出してますけども、やっぱり初めはね、分配ってことを確かに言ってましたので、やっぱね、みんなが不安で使わないのに分配をしたところで、結局経済は回らないということですよね。日本がいからばらまいたところで、大量貯蓄に向かってしまうと。で、どんどん,どん貯蓄をすると。それは将来が不安だからであって、 少子高齢化であって、やっぱりね、増税につく増税の中で生活がままならなかったりとか、老後は不安だと。そしてさらにそこで、えー、投資も締め付けられるのかと。もう出口。 発泡下がりの中で、じゃあどうするかと。もらったお金は貯蓄しておこうって。それ僕でもやっぱそういうふうに思いますしね。えー、やっぱそれはしょうがないでしょう。と。一方アメリカは、ね、えー、もらったお金は使わないともったいないと。まだまだね、経済も良くなってくるし。ってことで、どん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 もらったお金は消費に回すので、経済が活性化していくと。結局ね、ここの大きな差があるので、ここをまずね、変えないと、いくらね、えー、ばらまいたところで、経済が活性化しないですよっていうのが、 あのー、一つあるんじゃないかなと思ってますこれもちろんニトリさん言ってないでしょ僕があくまで跳躍するニトリさんのこのニュースから あの、跳躍をしたってことになってますので、ニトリさんが行ったってね、騒いでしまうと、もしかしたらニトリさんの迷惑になってしまうので、それはちょっと置いときたいんですけども、まあそういうことを言いたいんじゃないかなと、このニュースを読んだ限りね、僕は感じたということになります。でね、イギリス初の、女性首相が、ね、サッチャー・マーガレットさんっていうの首相がいたんですよね。これ確か、スコットランド紛争ね、イギリスが、えー、ね、スコットランドのとこに小さい島があってね、えー、多分こっちだと思いますけども、で、 そこがそのイギリス領なんですよね。で、すごくイギリスから遠く離れた、このスコットランドのね、えー、この島にスコッ、えー、このアルゼンチンがねあ、ごめんなさい、これスコットランドじゃないな、アルガアルゼンチン紛争かな、アルゼンチン紛争だと思います、ごめんなさい。アルゼンチンが、このね、えー、この島に上陸したんですよね。えー、上陸して、まあわざわざイギリスがここまで攻めてこないだろうと、これイギリス領にね、で近い島だし、 これもう俺たちのものにしちゃおうぜということでアルゼンチンが攻め込んだ時にこのね、えー、サッチャー・マーガレットが絶対に渡さないとこの島はイギリスの民のものだということで全軍隊いきなり一気に送ってそのアルゼンチンを押し返してねこの島を守ったって有名な女性なんですよね。まあ 別名鉄の女性と言われてますけども今のご時,ご時世で鉄の女性って言ってしまうとね、えー、ちょっと弊害があるかもしれないですけども別に歴史上そうやって言われてるので鉄の女性と言われてるそんなサッチア・マーガレットさん,トさんがねこんな言葉を残してるんですよね。金持ちを今すぐ貧乏人にしたところで、貧乏人が金持ちになれるわけじゃないと。これねまさに今回のこのことを言っていると言っても過言ではないんじゃないかなと思ってます。つまり、金持ちがね、 なんでそんなにお金を抱え込んでるんだおかしいだろう。分配しろよと。とどん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 金持ちを減らして、まんべんなく配った方がいいじゃないかと言って、じゃあ本当に金持ちを全部撤廃して、そのお金をね、あの、あえて言ってますよ。貧乏人に分配したところで経済が良くなりますかなりますかっていうことを言ってるんですね。結局、努力をしないで分配したところで、ね、そういった労働者にお金をがもらったところで、みんなね、それで起用しないですよね。 結局、一年後、二年後に働く先がなくなってしまって、全員貧乏になって終わってしまって、国力が失われてね、っていうことなんじゃないんですかってことを言いたいんだと思います。なので、もう一度ね、金持ちを今すぐ貧乏にしたところで、貧乏人が金持ちになるわけがないっていうのは、なれるわけがないっていうのは、これサッチャーさんの言葉なんですけども、結局、そういうことですよね。えー、いくらそこにその分配をしたところで、そもそも努力しようとせない人に分配したところで、 ためにならないということはあるんじゃないかなと思います。これはね、えー、投資銀行のね、話、まあ有名なんで知ってると思いますけども、いくら発展途上国のね、国々にお金をばらまいたところで、そういうのは中間でね、どん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 ね、えー、奪われてしまってね、そういう役人さんとか、えー、まあ、いわゆるね、 えー、そういった援助をするっていう姿をした、えー、まあ、搾取する人たちですよね。結局本当に困ってる人に届かないし、仮に届いたところで、彼らがじゃあそれを、お金をね、手にして、起業するかというと、うと起業しないですよね。もっとください。もっとくださいってなってしまって、結局国は豊かにならないと。で じゃあね、投資をするって考え方がやっぱ一番いいんですよね。彼らに起業してくださいと。起業するんだったら投資をしますよと。で、失敗してもある程度ね、えー、担保、まあね、えー、しているので、まあ、そこまでね、えー、破産とかまでは追い込まないっていうやり方なんですけども、でね、えー、4人ぐらいその代わり信用してね、ね彼を保証しますよ、もしくは信用しますよって友人が集まったら、まあ、投資銀行として投資をしますよってやり方があったんで、あるんですけど、今でもあるんですけども、まあ、それだと国がどんどん発展をしていくと。 バラマきはね、まあその、結局良くはないっていうことなんですよね。で、まあこれをね、その今すぐね、金持ちを貧乏になたところで貧乏人が潤うはずがないってことをね、今日本でこれを発言したら、多分、ね、一部のメディアはもう黙ってないと思うんですよね。この動画でさえね、もしかしたら、まあ、こんな有名な動画じゃないので、有名なチャンネルじゃないんで、ないんでこれまあそんなことはないんですけども、ね、炎上しかねないですよね。でも、 ただですよ、ね、日本ではとね、こんな発言をしたら、もう本当にもうまずね、まずあのメディアが、あの、僕じゃなくてね、仮にその、首相官邸の誰かが言ったら、まあ、大騒ぎになると思うんですけども、ただここまで日本が追い込まれてね、あのー、子育てもそうなんですけども、もう過保護すぎてもね、結局もうダメなんだよね、 って僕は思うんですよ。これ以上過保護に過ぎたら、もうどうするんだろうなっていう、行き着くところまで来ちゃったかなとね。今、ニュースでね、最近この土日で、ね、あの、韓国についに DDP 抜かれるみたいなね、騒がれてますよね。もう、大体韓国メディアはそういうの騒いでるんですけども、まあ、それが事実だったとしても、まあ、別にそれをね、えー、まあ、その、一方でもうね、あの、先進国の中で公式高齢化が始まった日本と、これから発展していく韓国を比べてどうするんだみたいな話はもちろんあるんですけども、かといってですよ、 もう子育てと同じで、これ以上過保護に過ぎるのはちょっといかんともしがたいなとは思っています。その辺を含めてね。今日はこういったニュースを取り上げさせていただきましたが、まあ、去年一昨年と当ててるニトリさんが2万9000円というのは一つ興味深い。一つのポイントとして。 ポイントとしてね、えー、見といてもいいんじゃないかなと思っております。それからね、世界のベンチャー投資が急拡大しているということで、ね、今どん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 そのベンチャー投資、まあ特にね、スタートアップが流行っています。流行ってるというか、まあね、えー、もう一度その循環が来てるんじゃないかなと思ってます。日本ももちろんですよ。あの IPO、スタートアップ非常に盛り上がってますからね。 ただまあ、えー、これが日本経済を押し上げてくれないとラストチャンスなので困るなということは考えてはいますし、皆さんもね、このあたり非常に注目して、もっとね、えー、これが活性化するようにセルを持ち上げていくということは大事になるんじゃないかなと思っております。今のね、えー、8つのリスクですよね。これから、えー、2022年初頭に起きそうなものですね。もういくつかもうね、起こっているものがありますが、まあこのあたりは政治画像に、ね、止めてね、一、えー、つ、まあ一つ、こうチェックをしていってもいいんじゃないかなと思っております。でこういった ツイートをね、えー、僕は毎日朝6時から上げてますので、まあ、興味がある方はね是非ー好欄でその僕のツイートも見てもらえたらなと思っております。それでは今日は以上になります。高速で GO!